若さ、これが違うなっていうのがまず一つで、それから立ってきた時に量がすごいぼか立ちするっていうのがないですね。なんかそういうものは全然感じないで、しっかりした常になんか滑らかな、しっとりしたっていうのとはちょっと違うかもしれないですけど、ボサボサになるようなことって全然ないで、立てすぎるだとかそういうようなことがほとんどないですね。ジェノアーズの上がり一つにしても非常に今はもう自分の本当最高のジェノアーズが今この段階でできている。非常にその食感ふわふわ感が残る、相対することが非常にできるようなジェノアーズができた。これはもう次第で入荷のモードがあるということで、うちがオープンからまあ売り出そうとしていたケークっていうお菓子を非常に綺麗に滑らかに作ることができるので、